日時計、日時計は影を利用して死体用事を計測する装置。紀元前3000年古代エジプトで使われていたが、紀元はさらにその前の古代バビロニアに遡ると考えられる。日記儀、バリ、キシンとも言う。古代ギリシア及び古代ローマで改良され完全なものができた。これはアラビアに伝えられたアラビアの天文学ではこれを ノーモンという。後に機械時計が発明されるとそれにとって代わられた。現在では庭園や建造物の装飾として設置されることが多い。昼間しか使えないこと、晴天時しか使えないことを除けば、古代以来誰でも見たり使ったりできる時計は非時計のみであった。現在もアナログ式時計をはじめとする各種回転式メーター、つまみ式スイッチ、ネジなどのほとんどが 右回り、時計回りに行くと数が増えたり機能として用を足す。スイッチが入る仕様のは北海域線以北では常に飛時計の針がこの向きで回ったためである。なお、右利きの人は右回しの力が強いからネジなど右回りが多いとも考えられる。中世に発明された機械時計は当初誤差が大きかったのでこれを補正するためにも飛時計は使われた。 日本では735年に、キビマキビが塔から人計を持ち帰ったとする記録がある。現代におけるアナログ時計が基本的に右回りである理由として人計が右回りであったためという説が有力である。日時計は井戸によって指針を傾ける角度を変更しなければならない。大量生産された人計は設置場所に合わせて角度を変更する必要がある。 日時計の指針の角度が固定されていて変更できない場合は文字盤そのものを傾けて設置することにより補正する。イギリスでは指針の角度は45度のものが普通である。完全に正確に動作させるには、人計の指針は正確に天の北極、ほぼ北極性の方向、または天の南極を向かせる必要がある。日本国内では方位自身の北は 天の北極から数度ずれているので地震を使って設置することは推奨されない。死太陽比は完全には一定ではない。これは地球と太陽の距離や地球の運動速度が一定でないことに起因する。これによる補正は最大で16分29秒になる。また夏時間を採用する国ではこれを補正する必要もある。補正用の表は 人指示座標として人形に添付され、当日の日付が分かると、人形の示す時刻から何分加算、または減算すれば酔いかかるようになっている。日時計の示す時刻は、設置場所の時刻であるが、日本国内ではこれを、日本標準時、明石時刻に調整する必要がある。その他の国でも、必要であれば、それぞれの国や、地方の標準時刻に調整する。 日本標準時との差は設置者が計算しなければならない。5度ごとに20分の差が生じるので、例えば赤市から東へ5度離れた東京では、人形の時刻から20分を減ずる。固定式実時計では、この差は、人指示座標の中に組み入れるか、文字盤の時刻をずらすことにより修正する。ただし、文字盤の表示をずらす方式は、真ん中が12時ちょうどにならず美しくない。 最も単純な人形は、板の上に垂直に棒を一本立てたものである。アラビアの天文学では、ノーモンという。このまま指針を天の北極に向ける。文字盤の目盛りが均等になるという表示上の利点がある。この型のものを日本語では、駒型人形という。形状は、丸い円盤の中心に棒を刺し、そのまま斜めに立てかけたものを連想するとわかりすい。 細かた形人形に似た形式のもので、赤道式実時計がある。文字盤がボール状になっているだけで、目盛りの振り方は同じである。この形式のものは、第一次世界大戦前まで、フランスで列車を正確に走らせるために使用された。最も正確な人形は、イスラム教の宗教歴、ヒジュラ歴上の日付を測るために、インドのジャイプルの権力者、カリフが、石で作った。 石動式実時計である。これは記念費をも兼ねている。建築物の壁に取り付けるものもある。この場合、文字盤の目盛りは三角関数を使用して計算される。ため均等にならない。製造者たちは板を文字盤、棒を指自身、ノーモンと呼ぶ。板は明るい色が望ましい。これは影が暗いためである。指自身は棒でも構わないが強度の問題があるため。 三角形の板状にされることが多い。これをさらに金属で補強することもある。最高級品は大理石で製造される。腐食を抑えるためブロンズで製造されることもある。この構造のものは日本語では垂直式実時計という。建造物が完全に真南を向いていなくても、設計により補正は可能。ただし、1日で、 最大12時間までしか表示できず、本体が建物自身の影に隠れると使用できない。これを防ぐには、複数の壁面に人形を設置することになる。日本にはあまり見られないが、ヨーロッパ諸国では多くの人が見られるよう、教会の壁などに巨大なものが設置された。日本では大阪造幣局前の道路にあるが、指自身は失われている。以前は、 造幣局近くの桜宮橋田元にあったが、いつ、誰が設置したのか分かっておらず、新桜宮橋をかけるため現在の場所に移設された。庭人形は最も一般的なもので、文字盤のメモリは垂直式と同じく三角関数を使用して計算されるので均等にならない。三角関数を直接使わないでも、作図によりメモリを得る方法がある。垂直式実時計にも応用できる。 原理は垂直式と同じである。文字盤は地面と平行に取り付ける。地面そのものに設置するのではなく、台を作りこの上に設置することで見やすくなる。文字盤をガラス板などで作り、高い地点に設置することにより、下方から見上げるよう設計する方法もある。太陽さえ出ていれば、一台で日の出から日没まで使用できる。この構造のものは、 日本語では水平式実時計という。日本では垂直式よりは、こちらの方が多く設置される。携帯日時計は、野外天体観測のため、または宗教的行事を行うために中世に開発された。最も成功した携帯日時計は、リプティクという二枚の文字盤がヒンジで固定されているものだった。指針は、文字盤の間に通された紐である。紐が、 ピンと引っ張られた時に、二つの文字盤は、それぞれが水平式と垂直式の文字盤となった。最高級品は、白い象牙に黒のラッカーで文字を記したもので、紐は剣歯かリンネルで作られた。ディプティクのヒンジが地面と平行で、二つある文字盤が同じ時刻を指した時、時計は正確に死体用字を示した。さらにこの時、ヒンジは脇タを示す。 またこの時、紐でできた指針と地面との角度は、その地の緯度も示すことになる。二つある、文字盤による調整は、正午前後と、日没直前、日の出直後は使用できない。しかし、午前9時か午後3時頃の誤差は4分である。これは、ディプティクが、方位地震や、緯度計測器の役目も果たしたということを意味する。いくつかのディプティクは、緯度計測のために、 メモリと重りのついた紐もついていた。また、地理的な角度測定をするための羅針ズ付きのものもあった。大きなディプティクは古代において船などの操縦に使用された。小さくポケットサイズのものもあった。最も小さな携帯式実時計は穴付きの突起がついた指輪やネックレスにつけられた装飾だった。これは人計を所持していることを知られないようにするための 細工でもあった。日光に当てると突起部分の影は指輪自身にかかり、その内側に記されたメモリで時刻を知ることができる。この形状のものは観測者は今が昼か夜か午前中かどうかは知っている必要があった。突起についた穴の位置はイドニーより調整する必要があるため、この部分は動かして穴の位置が変えられるようになっていた。これは主に塔などに幽閉された人物などが こっそり使うためのものだった。最近は、アメリカ軍の特殊部隊員の間で、ナイフに火時計を刻むのが流行している。一万一、機械時計が故障しても、これは動作するためである。日本では、江戸時代に、紙の形態式実時計があった。これは、指針の部分が小寄りになっており、立てて、影の長さでおよその時刻を知るというもので、当日の日付さえ分かっていれば、 それなりに正確に時刻を出すことができた。これは旅人が好んで使い、フィリップ・フランツ・フォンシーボルトの記述にも残っている。古代ギリシャ人は柱型飛時計を開発した。柱型飛時計は水平、または腕上の文字盤に垂直な指針を立てたもので、指針の影の先端が時刻を示す。太陽の高さは季節により変わるので、 同じ時刻でも影の先端の位置が変わる。そこで毎日同一時刻の影の先端を結んだ線を文字盤に刻めば補正なしで一年中どの日の時刻も示すことができる。もちろんこの文字盤の線は現代ではあらかじめ計算が可能である。柱型日時計には晴天時に文字盤の上に人が立つとその影の先端が時刻を示すという影防止日時計と呼ばれる。 面白い構造のものもある。工日、柱型時計は、季節により太陽の位置が変化するため、文字盤の表示が複雑になるという欠点がある。通常は、文字盤を2枚用意し、半年ごとに取り替えることで、文字盤の複雑性を回避する。非常に正確な柱型時計は、公的広場に文字盤を描き、旗竿のポールを指針にする。アイザック・ニュートンは、 南に窓がある部屋用の室内柱型ひ時計を開発した。これには柱がない。窓から入った光を固定した鏡で受け止め、天井と壁に文字盤を作った。指針は鏡によって反射した光そのものである。鏡が小さければ光の点となって天井や壁を照らすためこれを利用した。毎日定時ごとに天井に印をつけていき、一年かけて 時計は完成した。この時計は驚くほど精密に動作した。その後、1943年に、オルシュティンにあるニコラウス・コペルニクスの居城オルシュティン城で、同じ原理のものが発見された。このため、この型の日時計の発明者は、コペルニクスとされる。コペルニクスのものは、木打ちのある場所に鏡を置くと、反射した光が、壁の印を伝うというものだった。 ただし、コペルニクスは、1日の間で時刻を知るために、これを用いたわけではなく、1年の長さを厳密に求めるために使ったと考えられる。しかし、1年という巨大な時間を厳密に計測するための装置であるので、これを日時計と呼んでも特に問題は生じないだろう。影防止日時計、アナレマチック日時計は、英語ではカルジオイドヒ時計と呼ばれる。 柱型日比時計の一種である。これまでの固定型比時計は、指針は文字盤に固定されているのが普通であるが、影防止日時計は指針が固定されていないのが特徴である。この型は、日付により、指針を立てる位置を若干微調整することにより、正確な時刻を求めることができる。多くの場合、観測者自身が文字盤に書かれた日付の上に立ち、その影が時刻を示す。 柱型人形は文字盤がかなり複雑になる傾向があるが、この方は文字盤が極めて簡易である。この方の人形は単に地面に文字盤が描かれているだけで、指針が存在しないためである。日本では西脇市黒田省庁と瀬戸市民公園にあるものが知られている。正午形は南中の時刻を知るのに特化した人形を言う。近代以後、 機械時計が普及してもラジオ放送などが普及するまでは正確な時刻を知ることは容易でなく、懐中時計であれば時計屋に正確な時刻の時計があれば合わせることができたが、柱時計などは作動したまま運ぶことはできず、それだけでは正確な時刻に合わせることは困難であった。そこで南中央基準に簡易な日時計などが使用されたが、後に、 南中を知るのに特化した正午系と呼ばれる人計が用いられるようになった。地球の運動速度は一定でないため、太陽は正午に真南に来るとは限らない。しかし、毎日正午に人計の指針の先端の位置を記しておき、これを一年続ければ、翌年以降も正午のみを示す人計を作ることが可能である。 さらにこの影の位置を天文学的な計算から算出し、正午専用日時計をあらかじめ作って設置することも可能である。正午ちょうどの太陽は数字の八の字を寝かせたような不規則な位置の変化、穴連磨をした後、一年かけてまた元の位置に戻る。日本では各地の郵便局に機械時計が配備されたが時刻を合わせるに正午計が用いられた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。